皆さんどうも、タイガです。お疲れ様です。バランス調整が来ましたね。まずね、いろいろと、情報が来てます。まずアプリアップデート情報。まあ、これが特にですね、データ追加。で、これが、今日か、6月30日。今回は7月1日ではなく、6月30日から新しいアバタマガチャ、メタタですね。メタドラがあると。で、予告8周年白ドラ大感謝祭おかわり開催と。これ皆さん待ったんじゃないですか。8888ルビー以上確定のルビーガチャが引けると。そして一番大きい数字は88888で、おかわりだから2回もらえるかちょっと分かんないですけど、おかわりじゃない普通の時は2回もらえてましたよね。去年のおかわりが2回もらえたかどうかもちょっと覚えてないんだけど、どうなんだろう。まあルビーアバタムでしょ。分かんないな。ちょっとここだけ見ると分かんないですね。ただいろんななんかすごい情報がもりもりなんで、今回のイベントやばいだろうね。すくすく卵キャンペーンも前後半あるし、やばいと思う。この機にね、育成を頑張って進めましょう。というわけで、よいしょ。8周年おかわりフォロー&リツイートキャンペーンというのは、これツイッターですね。まあこれがいいとして。今回のメインはキャラバランス調整。さあ一体ね、どう変わっているのか、まだ見てません。いきます。お、え、ちょっと待って、いきなりびっくりなんだけどさ、スケルトンがアマゾネス亜種の魔導系に与えるダメージの減少と代償削除。え、これ超強くない？え、これやばくない？要はアマゾネス亜種を殴り倒せる可能性があるってことでしょ。え、これ殴り倒せるよ、これ多分。魔導系も修理されなかったら殴り倒せちゃうよね。え、これちょっとやばくないか？大丈夫かこれ。え、これスケルトンマジで、待って、この時点で優先枠レベルの性能になってる可能性がある。結構やばいかもしれない。ちょっとまだ分かんないけどね、使ってみないと分かんないけど、多分相当やばい。続いて、え、受けるダメージが増加する相性を削除もうあんの。あ、魔導系から受けるダメージが あれあったっけ、アップすんの。ちょっと覚えてないけど、ウィッチから受けるダメージ、え、これやばくない待って、いきなりやばくないこれ、スケルトン。え、これアマゾネスアッシュの殴り倒せるぞ。そう、そうだよね。受けるダメージはもともと多かったから、そう、もともとアマゾネスの通常でワンパンあったもんね。まあ、その、相手がバッチなしでとか、こっちがリーダーでとかで話し合ったかもしれないけど、これ絶対死なないじゃん、1回じゃん。あ、もちろん多分アマゾネスのスキルとかあったらワンパンされるだろうけど、アシュラの無双で死ぬんじゃなくてスタンする未来が見えるっていうのが面白いね。はい。で、ウィッチから受けるダメージが増加、スライシャム削除と。え、スケルトンも確かに最近強くなかったけど、こんなにやっちゃうで、下なんかスライムって見てるな。え、これやばいな。もういきなりテンション上がるわ。え、どうなるかはわからん。けど、間違いなく、使ってみたいぐらい強くなってると思う、このスケルトンは。一番課題あったから、ここ。じゃあ続いていきましょうか。スライム。なんだ。スキル発動率増加、そりゃそう。スキル発動率低すぎ、このキャラ。お、神羅対策になりました、スライムが。え、これ面白いね。スキルはでもクラウンかな。与えるダメージ、お、完全アンチじゃん。え、これここまでいくんならさ、神羅からさ、スキル食らわないじゃない、スキル発動しないじゃない、神羅。あ、するんだ。あ、するんだね。するけど、受けるダメージ減少する相性追加と、与えるダメージが増加する相性追加だから、これ多分白前に神羅流してスライム置くだけで神羅止まるな。スライムで。だからマルチは間違いなくスライム全然いいと思う。ただ、ソロはどうなんだろうな。神羅見るためだけにスライム使うかって話なんだよね。神羅以外見れなくない？スライムじゃっていうところで、キャラ数も不足するし、他のキャラ止めらんないよねみたいな。ただスキル発動率が増加してるから、これによって何とかなるのかな。どうなんだろう。まあ間違いなく面白い調査だと思う。スライム最近弱かったから、全然いいと思う。続いていこう。デビル。これ弱体化でしょ、さすがに。あのね、デビルね、マジで強かった、ずっと。これもし強化するならやばい。弱体化だとは思う。どうなるか。さすがにちょっと強すぎだよね。死神のガマでデビルが即死しないように変更しました。あー、デビルミラーでってことね。それだけかい。それだけか。まあでもね、よかった。これは、バランス調整だわ。強化でも弱体化でもないバランス調整。え、要はなんかデビル対デビル、まあ、デビルが最近強いからデビルにデビルを当てるしかないシーンってあるんだけど、即死させられちゃって運ゲーじゃねえかよみたいな。もうガチの運ゲーじゃんって。もうどっちが先に即死入れるかの勝負じゃんみたいな。そう、他のキャラだったら関係ない場合もあるかもしれないけど、デビルの場合そうなっちゃったシーンがあったから、デビルの前に壁として張ることもできるよデビルをみたいな感じになったのかな。運ゲーはデビル使ってほしいのかな。
そう、まあ強いよこのキャラは、かなり強い。で今回のこの調整はいい方だと思う。なんだろう、負けたくない方からすればいい方、逆にワンチャン掴みたい方からすると、うわデビル属し取れないからデビルで止められなくちゃうんだってなるかもしれないけど、まあバランス調整としてはいい調整だと思います。これはデビルは続いていきましょう。続いてはコールバックル。これさワンチャン強化じゃない？いやこれねワンチャン強化で、多分だけどワイラへの、ワイラと信頼の強化が増す気がする。どうだろう。お、ケルベロスから受けるダメージが減少する相手を削除して完全にケルベロスを倒すようになった。まあそもそもコロボックルでケルベロスに有利だったんだけど、受けるダメージは普通にあの迎撃に、んケルベロス迎撃に強してあったっけ、あれ何これ、ん気のせい、なんか俺いろいろと間違いない、えコロボックルとケルベロスの相性ってなんだっけ、そもそもケルベロスってどんな相性だったっけ、出てこねえわ。ケルベロスシャークだよね、迎撃に対して与えるダメージによって。キャラケルベロスから受けるダメージが減少する相性、えケルベロスから受けるダメージ増加したのこれ、ちょっと待って意味が分かんないんだけど、ちょっと調べるわ。コロボックルが、まあ、まずそうじゃん、うん、えこれバグってない、これこれケルベロスじゃなくね、これシャークじゃないのこれ、あれ違うな、うん、ケルベロスに与えるダメージが増加する相性削除、受けるダメージが減少する相性削除、あ間違ってねえか、ケルベロスに強しの相性を消したってことか、これ単純に何も間違ってないわ、ごめん、あのケルベロスから受けるダメージが減少する相性だから、あれだわ、ケルベロスがじゃないわ、ケルベロスからだわ、そうケルベロスから受けるダメージが減少する相性削除、ケルベロスに与えるダメージが増加する相性削除、まあ要はケルベロスに有利がなくなったってことだよね、弱体化じゃん弱体化じゃん、これケルベロス、ケルベロスの強化じゃん、ただので、ブルードに与えるダメージが減少する相性削除、え、あブルードに与えるダメージが減少する相性削除、なんかブルードがね一回コロボックルに弱か、コロボックルに弱かったんだっけ、なんだけどコロボックルから受けるダメージが減少するみたいなね、なんかちょっとコロボックルに対して耐性持ったんだよね。でブルードには強くなって、ドラゴンライダーに強くなって、へえ、ブルードとドラゴンライダーに強くなって、ケルベロスに強かった相性がなくなったと。まあケルベロスの使用感を上げて、かつコロボックルの使用感、まあ、使いやすい幅を広げた、まあ、単純な話すればケルベロスはそもそも迎撃中華で、コロボックル、まあ、最初はねコロボックルケルベロスに強かったんよ、もともとね、なんだけどその相性別にいらんくねって、まあ、当時ケルベロスが最強だったからそうだったけど、そうじゃなくて、まあ、ブルードとかドラゴンライダーとかどう考えてもコロボックルが有利に見えるようなキャラに対しての相性と入れ替えた感じだね、ちゃんとしっかりと。ドラゴンライダーとかさコロボックル打ってもさフレーム打たれてワンパンサーダイズがね、まあ続いていこうか。続いてはケルベロス、まあ今のコロボックルのやつは分かったとして、他は巨大ロボから受けるダメージが増加する相性削除、マジ来たこれ、これケルベロス熱くね、ケルベロスって巨大ロボから受けるダメージめちゃめちゃ大きくて通常攻撃ワンパンされちゃうんだ、で与えるダメージがめちゃめちゃ減ってるんだけど、与えるダメージは、わお巨大ロボやれちゃうんだケルベロスで、なんなら正面から重ねてもいいんだ、えぐいねこれ、ケルベロスの使用感マシマシじゃん、はあ、コロボックルの相性をなくして巨大ロボットの相性も良くして、さらに悟空から受けるダメージを減少する相性強化、もともと悟空に対してケルベロス当てれたんだけど、まあでも噛みつきうまく発動しないで、あの相手のね強化段階を下げなかったらボコボコにされちゃったんでね、これがさらに強化されて、もう悟空は全くケルベロスで問題ないと、ケルベロスを優先にしましょうってことね。今ね最近強いって言われてる巨大ロボ、そして、まあ、最強って言われてる悟空もうやれちゃうと、でコロボックルめんどくさいよどうしようって、コロボックルの相性もなくせよと、ケルベロス強いよと、なるほどね。で続いては今回バランス調査のキャラめちゃめちゃ多いね、サイクルガール、これは絶対強化、サイクルガール最近弱い、おおうえー、数値入れてくれてる約 6%、 いやこれこの前アソビズム行ったじゃないですか、話したんですよ、バランス調整関連、バランス調整をしてる方かな、バランス調整関連の話をもう詳しい方がいて、その方と話したんですよ、複数人で。その時に攻撃力がいくつ上がったかっていう数値を書きづらいじゃん、100上がりましたとか書けないじゃん、なんでかっていうと、まあ、激レアがねどうとかさ、いろいろと
出てくるじゃん、100っていう数字にしちゃうと、いや99じゃん101じゃんみたいになっちゃうと思うんだけど、このパーセンテージで上げてくれたね、分かりやすく。なるほど、これでどれぐらい強くなかったかってのが理解できる。でサイクロガールはそもそも攻撃力高かったじゃない、もともとまあ下方されたとはいえ、フルマックスのステータスは2500ぐらいあったよね確かね。それが 6% 上がったってことは2600700ぐらいまで上がってるのかな、ちょっと分かんないけどこれも見ないとね。ただ 6% なんかね、想像したくなるじゃん、あーなんかすごい強くなってそうだなみたいな。これいいね、ありがてえ 6%。 へえ、ね、メタルドラゴンやっときたね、メタドラの強化も。これもね、今の環境、キャラグラのメタドラマジできついから、どう来るんだろう。秘密兵器のダメージカット量を増加しました。あ、つまりスキルが壊されづらかったってことだよね。まだある？ゴーレムから受ける。やばー、マジかよ。まあ、与えるダメージはね、低いはずだけど。やばすぎー、ゴーレム相性消しちゃうの？それはやばくない？マジ？まだあんの？確かにワイラに一方取られるけど、なるほど。でスキルさえ打っちゃえばワイラは満パンでしょ。でオーバーヒートの変更、え、なにこれ。レベル1はスキル発動率が少しアップする、レベル2スキル発動率が少しアップする、レベル3スキル発動率がアップするが、これ攻防 HP アップに変わるんじゃね。そうだよね、まあこっちの方が強いもんね、メタドラって。だってスキルも打って強い時あるけど、やっぱ通常攻撃力が大事だし、スキルよりもねガトリングガガガガガガって入れてる時の方が強いシーンもあるし、絶対このアビリティの効果って良くなかったんだよね、相性が。だってね、メタドラのアビリティ、いやアビリティつけなく、アビリティいらないんですって、スキル打たない方で使いたいからっていう人いるじゃん、たまに。これで確実にね、アビさんをねつけたくなったってことだよね。なるほど、へー、結構変化があるな。今後メタドラに対してゴリ引けないってことか。なるほどな。で続いてはポセイドン、ゴーレムから受けるダメージが増加する相性削除。あ、でゴーレムなんでこんなメタメタされてんの。今日はゴーレムに与えるダメージが減少する相性削除。え、ゴーレムなんでこんなボロボロにされてるんだ。まあ確かにポセイドンもメタドラもゴーレムはきつすぎる。で今回のキャラグラで、まあ、ゴーレム出てくるからかなりね面倒くさいのは分かるんだよ、分かるけど、こんなにゴーレムメタメタにするほどゴーレム強いか。まあ強いキャラではあるよ、でもなんか圧倒的トップって感じじゃないじゃん。どう考えてもトップでやばいのってサンドラじゃん。まあまだあるかバランス調整、サンドラもあるのかな。もうこれもゴーレムだろ、絶対ゴーレムじゃんこれ。ほらダメージが増加する相性削除だけど、与えるダメージはどうだったっけ、ゴーレムに対しての。これを見ないと分かんないんだけど、ただこれちょっとゴーレムメタメタにされすぎじゃないか、そんなもんか。いや結構やられてると思うけどな、これ大型で有利なキャラいなくなった、ゴーレムもしかして。ちなみにゴーレムが、あーそうだね、え、なんかこれバグってるわ、相性表のページ更新されてないね。でゴーレムに与えるダメージダウンはもともとないわ、受けるダメージが増加する相性が削除ってことだから更新されてないわ。なるほどね、じゃあ飲むともうこれ完全にさらちだね、ゴーレム。なるほどな。ブルドラガールズ、スキル渦潮使用後に再使用できるような時間を減少はやばない、これブルがやばいぞ、だいぶこれマルチで普通に流行る可能性出てきたね、ブルが。マジか、今ですら、まあ、確かにちょっと長い気もしたけど。さあキメラガールは HP 増加約 4%、 赤色オヤジにスキルを最小できるまでの時間を増加しました。ってことは赤色オヤジにスキルを最小、方向か、つまり方向するまで遅くなったってことでしょ、これ多分方向するまで遅くなって、いや赤になってから今って 1,2,3 か 1,2 で方向したんよ、これが。それで方向しないってことでしょ、だもっと超速の攻撃力で殴りまくって最後に方向するってことや。でも方向はやっぱ早めにしてほしいっていうシーンもあるから一概に正解かは言えない。だから中型とかがいるときは間違いなく方向を早くしてほしいし、それの方が中型吹き飛ばして邪魔にできるし破壊できるから。ただ対大型戦を考えると方向しない方が強いんだよね、殴り続けた方が。どっちの方が上になるかいい方向に転ぶかは分からないけど、まあ、間違いなく強化のつもりだと思うからこれの方が強いんじゃないかな。多分バランス調整ってことは多分確認してるはずだからね。さあちょっと見ていこう、次ミノワール。ワイラから受けるダメージが減少する相性削除、相性削除じゃない、相性追加。これでワイラから受けるダメージ減少してるのはミノガとメタドラだね。
これだけ。まあ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 、ワイラ超強いからね、ワイラをなんとかできるキャラいないとおかしいから、メタドラもミノガも、まあ空をね、殴れるキャラってところでね、ワイラに対してね、有利かと思いきやそうじゃないみたいな感じだから、まあこれはね、すごいいい調整かなと思います。別に与えるダメージが増加してるわけではない。まあどっちにしても与えるダメージが増加してるわけではないけどね、基本的にね、戻り踏めとか生き踏めとか、あとは、メタドラのスキルとかだったらね、ワイラワンパンだから、まあ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 、いいんじゃないですか、新キャラだしね、ワイラね。悪くないと思う。ワイラに有利ってキャラが少なすぎたからね。さあ、それでは続いていきましょう。悟空。HP 減少。素晴らしい。火力も下げてほしいけど。おー、ジャイアントバナナに当たるダメージが減少最初強化しました。ん？どういうこと？待って待って待って。待って待って待って。これ悟空に確保じゃなくね？強化じゃないじゃん。あとキャラじゃキャラジャイアントパンダに与えるダメージが減少する相性を強化しました。これジャイアントパンダに書いてあげた方がよくない？ジャイアントパンダキャラ悟空から受けるダメージがね減少する相性を強化しましたでいいんだよね同じだよね多分意味ね。悟空の方に書いちゃうとなんかすごい強化に見えるけど弱くなってるからねこれみんな間違いないで、ね、死んだ人はみんな死んださあ行こう。そろそろ終わりから乱勝戦も神羅草壁行きましょう。コールな使用後に何でしょうか。まあ硬直の額なんじゃない。それが再使用だよね。再使用できるまでの時間を増加しました。今現状スキル後に最速で通常攻撃3回挟んでからのスキルかな、おそらく。つまり4回は挟むってことだよね、おそらくだけど。つまりは着地後に狩りやすくなった。今までは着地後高火力キャラをぶつけないと狩れなかったんだけど、これがまあ中火力キャラぐらいでも狩れるようになるんじゃないかな、ちゃんと着地後を狙えば。神羅草壁、はい、さらにまだあるね。いや、あるね。カキのキャラですよ。来た、スライム、さっきのこれか。スライムの方に書かなかっただけで、ちゃんとシーナの方に書くんだ。スライムにスキル打ちませんと。あ、じゃあスライム確定でシーナやれるね。この感じだったら。マンドラにもやらない。なるほどね。マンドラもね。今、暗がって見ちゃったな。まあ確かにね、マンドラもね、スクリーム発動して、シーナがそのマンドラにね、スキル発動してスクリームのダメージ超激減して、そのままマンドラゴラをね、ぶっ潰すみたいな。やめてくれよって感じだったけど、これはいい調整だね、シンナに対して。ただ、いい調整ではあるように見えるかもしれないけど、このバランス調整として、キャラ相性に関してはほぼ何も変わらん。なんでかっていうと、スライムが強くなったかどうかっていうのはちょっと微妙なライン。まだ、スキル発動アップだけだから、シンナ以外には。で、マンドラは多分弱い。変わらずね。マルチは面白いかもしれないけど、ソロは弱い。ってなると、このコロナの使用後の再使用時間増加、これでどれぐらい変わったかってので、まあ、話が変わるね。さあ、それでは行こう。クラーケンガール。これは弱体化のはず。どう弱くする？リーダーが強すぎた。スキル炭玉スパイクで0から2体のキャラを持ち上げた際の威力を減少しました。あ、なるほどね。今までこれ、マックス3体持ち上げられたんですよ。なんで、3体持ち上げた時のダメージは変わらず、まあ、持ち上げでなかった。例えば、大型に対してやったりとか、あとは数が少なかったりする時の威力を減少して、対マン性能を下げたね。以上か。なるほど、サンドラもあるって。まあ、大型との殴り合いで勝ちづらくなったよと。まあ、今ね、大型との殴り合いもボコボコしちゃったから問題だよねと。まあ、リーダーがちょっと強すぎたよねと。で、やっぱね、サブの場合はスキルね、もともとね、そんなにガツガツ打つわけじゃないし、で、リーダーはバカバカ打つんで、そのリーダーの時に弱くして、サブの時に弱くしない。これいい調整だね。だってスキル発動率をダウンとかにしちゃうと、サブ使えねえじゃんってなっちゃうんで、これは素晴らしいと思います。サブの性能はほぼ変わらんって考えていいんじゃない、使い方として。だってサブの性能なんて基本的に大型とね対魔させるキャラじゃないから、リーダーだからね、大型と殴り合うのはいいと思います。でサンドラちょっと見ちゃったわ。 HP 減少約 3%、 まあ確かに強すぎた。あとはまだあるよね。ないのか、これだけか。サンドラ、はあはあはあ、まあサンドラか、なるほどな。まあ確かにちょっと様子見てんのかな。でもね、サンドラ、まあ、新キャラのメタドラガールがどうかっていうところかな。これもサンドラをメタドラガールがボコボコにできちゃうとすると、まあ、結局ねこれぐらいがちょうどよかったって話になるんだけど、もしこれがメタドラガールがサンドラを倒さないとなると、サンドラの調整が足りなくねって話になりそう。まあ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 、でも今回の調整結構面白いとは思う。なんか変な調整はないと思う。まあ1個あるとすればちょっとゴーレムやりすぎじゃねえ感はある。だってこれゴーレム完全弱体化で強化ポイントないからね。まあ強化するところはもともといらなかったんだけど、強化するべき場所はなかったけど、弱体化ちょっとしすぎじゃないかっていう感じではある。ただメタドラもポセイドーもノームもそもそも今の環境あんま強くなかった。だから
まあ、強くないキャラをちょっと押し上げてるだけで使用率が上がらなければゴーレムにとっては何も痛手ではないよっていうところなのかな。であとは迎撃王方って、まあ、サンドラが圧倒的一強で、まあ、時点でまあゴーレムとか、まあ、あとキメガとか入ってくるよねみたいな感じだったんだけど、まあ、キメガ入ってくるかなみたいな感じで、まあ、サンドラの次がゴレって感じだったから、まあ、調整としては面白い間違いなく。いろんな迎撃王方をね使える可能性が幅が広がったよって感じはするね。今回調整内容ちょっと多すぎる。で、一番気になったのは間違いなくスケットン。一発目の印象から変わらず。これが一番気になってる。ちょっと使ってみたい。で、まあ、時点が、ケルベだね。面白いと思ったのは。これはね、補欠じゃなくていいレベルに使いやすいと思う。火力あるしね、迎撃中型の中で一番火力あるから、かなり面白いんじゃないかなと思ってる。まあ、あとは、まあ、ちょっと気になったのは、キメガ。この赤オーラのねスキル再使用の効果がどう変わるのかっていうところが気になりました。以上。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。